SBS マイホームセンターすっとん静岡昔話すっとん静岡昔話の時間がやってまいりました案内役の八木陽光です さて今日は駿東郡清水町に伝わりますねじり柿というお話ですそれではどうぞ駿東郡清水町の八幡様の境内には頼朝と義経の対面積があります元はこの近くの辻にあったそうですが 道路の拡張で八幡様の境内に移されたんだそうですこうちゃんこの石に源の頼朝と義経が座ってどんな話をしたのかねうーんそうだな義経が奥州からはるばる駆けつけてきたわけじゃん。 頼朝は藤川の戦いで兵士の軍勢を撃破した後だったし頼朝は遅いぞとか何とか言ったじゃないかなふーん藤川の戦いに義経は間に合わなかったのかああ間に合わなかった何しろ藤川の上流から開源寺の武田軍が下ってくるというので兵士の軍勢は背後をつかれやしないかとビクビクしていたところに まだ日の出前水鳥がバサバサバサッと一斉に飛び出したわけさこりゃ武田の襲撃だと思って兵士の軍勢は大混乱してそのまま雲の子を散らすように配送したわけだよまさかこうもあっさり兵士の軍勢が配送するとは義経も思わなかっただろうねへえうちゃん詳しいねすごいよ <laughs> まあね 将来は歴史の先生になるつもりアハハそこへ徳右衛門という元村長だった年寄りがやってきましたおい小太郎が何してるよあ元村長さんこんにちは夏休みの研究課題です、はあ夏休みの研究課題なで何を研究するだい ふるさとの歴史なら何でもいいんです。だから、この対面席のことを調べてみようと思って。うん、対面席な。じゃあ、頼朝と義経の研究ということだな。ええ、まあ。元村長さん、頼朝と義経は本当にこの対面席に座ったんですかああ、な、その元村長はなんとかならんかい。じゃあ、 徳右衛門様ではどうですかああ、それならいいだろう。あ,あ対面席に座ったかってことか。うんまあ、そう言い伝えてきたでな。そうだずらな。じゃあ、どっちへ頼朝が座ったんですかあ,あ頼朝がこっちだ。それはどうしてわかるのですかあ,あわしらん使った歴史の本にはなああ、絵でもって富士山を後ろに、 こっちへ頼朝、こっちに義経が座っているように書いてあった。だもんでな、この少し大きな石、こっちに頼朝ってことだよな。ふーん。じゃあ徳右衛門様、その歴史の本に書いた人は何を元にしたのですかえ、そりゃ何かな。あず鏡じゃないですかあず鏡、なるほど、そうかもな。 あず鏡って何？にこうちゃんよりとのことを中心に鎌倉幕府の歴史が書かれている本だよほんとにこうちゃんって歴史に詳しいね歴史のことなら多少はほ <laughs> う、こうたろは確かに歴史が詳しいわいおいこうたろう、対面積を調べるなら後ろのねじり書きも一緒に調べたらどうだ あのねじりガキは頼朝と義経が対面したときに深い関わりがあるだぜな。知ってるか子だろう。へえ、ねじりガキが頼朝と義経が対面したときに深い関わりがあるなんて、いや、知らないですよ。へえ、こうちゃんでも知らないことがあるんだ。そりゃまあ。うん。これねじりガキっていうの。あ。 牡の幹がねじれているだろうそれでねじり垣っていうのかあ、そうだ徳右衛門様そのねじり垣がどうして頼朝と義経の対面に関係あるんですかうんそりゃあだなこういう話だい まだ青い小さな実しかつけていないねじり柿の小枝をつかみ実の大きさを確かめながら徳右衛門は話し始めました弁慶兄者はどうして会ってくださらぬのだお聞きでしょうが昨日早朝に始まった藤川の合戦で 水鳥に驚いた平家軍をあっけなく打ち破りました恐らく頼朝様の本営ではその恩賞を決めるさなかかとそうか慌ただしくて会えないというのか多分しかし逃げる平家の軍勢をどうして追わないのか敗走する者たちをそのまま逃がすとっ全く何か われに五百いや二百でよい兵を与えてくださればそのまま一気に都に攻め上り平家を打ち払うのだが木瀬川のほとり三島神社から西へ一里ほどのところで本営の陣幕を張る源の頼朝は 奥州から義経が来ていることをすでに知っていました「牛若に従う武者は三騎だけ」とか「牛若の後ろにいるは奥州の藤原の秀衡」と聞くがあやつなぜ牛若に兵を預けなかったのだ油断できぬなこのまま京へ攻め上るのも考えねばならぬ。 藤川の戦で敗走する平家軍を追って京都まで追撃すべしというものも多かったのですが頼朝は追撃を許しませんでした義経様平家軍の追撃に加えていただくこともあるかと思われます戦はこれからですからなうんだが弁慶我に従うはたったの三期 兄者はそれがご不満なのではそれもあるやもしれませぬな秀平殿には兵は課せられぬと言われたのだだから弁慶もう引き返すこともできぬなさよ関東を束ねる頼朝様に秀平殿は一線を引くおつもりなのでしょうなそうかもな 奥州の長者藤原氏は清衡元衡秀衡と三代で北上川のほとり平泉に黄金に飾られる壮麗な仏教都市を出現させましたその噂は頼朝様にも届いておりました「黄金に飾られる都を造営するほどの者たち秀衡に後ろをつかれたら ここは鎌倉に腰を据え坂東をまとめながら秀衡の出方を見定めるか頼朝は義経が黄瀬川の本営にたった一人で来たことで奥州の長者藤原の秀衡の心中が分かった気がしたようです会ってみるか

九郎義経でございますうん頼朝である初めてそなたと相まみえうれしく思うぞ九郎奥州からと聞くがまことかはい奥州の藤原の秀衡様にお世話になっておりましたそうか私は父義朝を失い伊豆に流されたが 乳母であった比企をはじめ伊豆の者たちからも力をもらいこうして旗揚げもできた九郎そなたも長きにわたる苦渋にもよく耐えたな立派な武者になったうれしいぞああ,ありがたきお言葉義経兄者様のために神明をかけて戦う所存 どうぞこの身を何なりとお使いくだされうんうん黒、いや義経顔を上げよよーくその顔をわしに見せいはあはあ義経の目は涙で潤んでいました義経 あのカキを一つもいでくれぬか。はい。このカキの実でしょうか。うん。そのカキじゃ。吉継はカキの実を一つもぎ取りました。兄じゃ。このカキの実でよろしかったでしょうか。うん。これでよい。うん、これは。 渋渋柿では、うん、渋いやはり渋柿でしたか義経そちも一口食わんかは、うん、ああ渋いですハよ <laughs> いか義経、ね、世の中の見た目にもうまそうなものは気をつけるがよいこの柿のように上辺と中身とでは大違い忘れるでないぞはい よく肝にじまする。ではこの種このようにねじりましょう、うんうん、ほう柿の種を指でねじったかならわしもじゃ<ん>どうじゃお兄お兄じゃおみと。よしすね。 このねじった柿の種をここに埋めてみようぞもしこの柿の種が芽吹いたならばきっと我ら源氏が兵士に代わってこの国を制覇する時が来るであろうどうじゃ義経そう思わぬかはいでは私の種もうん土は多めにかぶせたがよいぞカラスがほじるでなはい 頼朝と義経はそれぞれねじった柿の種を土に埋めました。